さあ、あとキュレのね、活動の中で、はい、ほら劇団の方々と一緒にコラボするの、はい、全部続いてるよね。そうですね、よじうら泣き虫学ね、うん、まだちょっと行 行けてないんだけど、うん、面白そう、うん、はい、ね、それはもうあの僕さっき言いましたけど演技全然ダメなんで、あの歌せるもん、そう曲少しやってなかったお芝居、いやいや、やってるっていうか、まあ、ちょっとセリフが入ってる時期もあったんですけど、ね、その中でも、うん、すぐやめた、やめました、はい、やっぱりね、評判デビュー言いたい、評判良かった、はい、やめました、本当にすぐで引退しました。そのお誘いはない、ないですね、はい、あ、そうそうです、じゃあその中で、その中で、そう今日はちょっとそれをね、一曲やろうかなと思うんですけど、ちょうど今日ここラジオなんで、2つ前の回が、うん、ラジオのパーソナリティと、うん、それを聞いてる聴取者、リスナーの皆さんとのお話で、いくつかをオムニバスにした一つの話なんですけど、その中の一つで、うん、はい、あ、これ禁止よ、ちょっとやんちゃな、やんちゃな、やんちゃな人とそのコム、あ、もうわかるだろ、兄弟分みたいな、ね、やんちゃな人コムみたいな人が、まあ、最後、うん、ちょっとね、足を洗うということで、うん、最後の仕事として、うん、鉄砲玉になる、うん、で、それを決意して、行く途中車に乗りながら、うん、なんですかね、その指令をもらった、この DVD のない指令が入っているということで、うん、かけるんですけど、うん、調子が悪くて、うん、かからなくって、でバチャバチャバチャってやったら、たまたまラジオが受信するんですよ、その時。だけどそれ、おしゃれな演出だね。だけどそれをラジオとは気づかずに、その二人は指令だと思って、と思ってしまう。ラジオはラジオで、一人芝居で、うん、あの、なんですかね、朗読みたいな。そう、なんか戦争のなんかこう、朗読をやった。はいはいはい。じゃなんか敵が何十人、何十人とか言ってて、こっちは、あの、二人はびっくりしてしまって、そんなとこに行くのかみたいな、そういうこうわちゃわちゃなってるところに、うん、妊婦が車を乗り込んで、ね、でもう今生まれてしまうっていう時に、で高岡の子分の方はもうこんなほっといていきましょうよ、俺たちには仕事が、兄貴の方は、うん、いやこれは連れていくんだと、そこでどうなってもいい、うんうん、連れていくんだというその兄貴言ったんですけど、結局その子供は助かるんですけれども、うんうん、なぜ兄貴がその時にそういう風に決断をしたのかっていう曲が、うん、決断したのかっていうか、うん、兄貴の昔の実は過去の話を歌ってるからそこで流れる、いやー面白い、はい、ベイビーっていう曲なんですよ、はい、ぜひぜひそれをちょっとやってみてください。Yeah.
い。フェイレもう少しだけ、フェイレそばにさせて、フェイレそれでは手にしてて、フェイレ忘れてもいい、フェイレ忘れないから、フェイレ教えてくれた I love you。気に入った時はね、終わっちゃうの。あの、ヘッドホン。